フリークスは1932年に制作、公開されたアメリカ映画である。監督はトッド・ブラウニング。旅回りの見せ物小屋が舞台で、出演者は実際の見せ物小屋のスター、デイジーバイオレット・ヒルトン姉妹などの本物の、帰京者や障害者であった。公開当時は世間に大変なショックを与え、ブラウニングは本作以降の仕事に恵まれず、 彼のキャリアを閉ざすものとなってしまった。また、イギリスでは、公開から30年の間、公開禁止となっていた。日本公開は1932年11月、初公開時のタイトルは、怪物団であった。2005年には、デジタルリマスター版が、リバイバル上映された。1994年には、アメリカ国立フィルム登録簿に登録され、アメリカのフィルム遺産として、 アメリカ議会図書館に保存されている。日本の音楽ユニットのアルプロジェクトが2012年に発表した楽曲、京務伝線のミュージックビデオには本作の一場面が使用されている。フランスの曲場団の一員である小人のハンスは、小人の曲芸師のフリーだと婚約していたが、美貌のカルワザシのクレオパトラに見せられてもいた。ハンスが、 親戚からの莫大な資産を相続することを知ったクレオパトラは金目当てに彼を誘惑しクレオパトラにくらまされるママハンスは彼女との結婚を決めてしまう婚約者を奪われて悲観に暮れるフリーダを一座の仲間のフローゾとビーナスは心配して慰める実はクレオパトラは一座の怪力男のヘラクレスと通じており結婚式の後に ハンスを毒殺する計画を進めていた。結婚式の祝宴でクレオパトラは、ハンスと一座の見せ物仲間を侮辱し、彼女の真意を知ったハンスは開婚に暮れる。自分たちに対する侮辱と合わせて、毒殺計画を知ったフロゾとビーナスをはじめとする一座の仲間たちは激怒し、逃げるクレオパトラを追い詰めて、罰を下す。やがて、ハンスは、曲馬団を離れて、資産家になったが、 しついとフリーダへの罪の意識から沈鬱な生活を送っていた。しかし、フリーダはハンスを許して彼と結ばれる。そして、クレオパトラには、仕置きの後に恐ろしい運命が待っていたのだった。ジョセフィン・ジョセフ・ジョニー・エックとアンジェロ・ロシェット、オルガバ・クラノバ。ありがとうございます。